メイン雪像、花城、サブ雪像、のろしあつしサブ雪像、高しれ門朝日川冬祭りは、北海道朝日川市で、毎年2月上旬に行われる雪祭りである。1960年に第1回が開催された。北海道を代表する冬のイベントの一つで、札幌雪祭りに次ぐ規模の入場者数を誇る。海外からの観光客も多い。 1947年から行われていたイオマンテを前進とする。メイン会場は当初は市内の常磐公園であったが、1986年から隣接する石狩川河川敷の朝日橋のたもとに移された。会場が広くなったことを受けて、雪像の巨大化が進み、翌1987年のメイン雪像のガリバー城は、 世界一大きな雪像としてギネスブックに掲載された。その後、1994年には朝日川市の姉妹都市である韓国水原市にある世界遺産、花城の雪像で記録を更新している。これほど大きな雪像が作られる背景には敷地が広いという条件だけでなく同時期に開催される札幌雪祭りがマスコミなどを通して 全国的な注目を集めるのに比して知名度が及ばないため、雪像の大きさで動画に祭りの存在をアピールしたいという主催者側の思惑があると言われている。これらの大雪像は、市内に駐屯する陸上自衛隊第二師団の諸部隊が中心となって約1ヶ月の時間をかけて制作するが、その周辺には市民のグループが制作する小雪像が立ち並ぶ。 大雪像前にはステージが設けられ、期間中音楽、舞踊、お笑い、ラジオ番組の公開録音などのイベントが行われ、最終日の夜には、花火がフィナーレを飾る。周辺には、氷の滑り台、チュービング、巨大メロ、スノースクート、ミニ列車、バソリー市場などのアトラクションも用意され、冬、マルシェと称する飲食や土産物販売の出店もある。 近年は小学校や地域の通りに雪だるまのほか光や紙細工を使ったオブジェを設置し幻想的な世界を演出した朝日川雪明かりが好評を博している2004年からは氷見越しの制作と土魚が行われているまたサブ会場としては平和通買い物公園や七条緑道なども利用され特に買い物公園は1973年より 毎年開催されている氷彫刻世界大会の会場として旭川市民や観光客に馴染みの存在となっている。2021年に予定されていた第62回は札幌雪ま祭り同様新型コロナウイルス感染拡大を懸念して来場型開催を中止。オンラインでの開催に変更された。期間中、 JR 旭川駅前から4条7丁目を経て、会場に向かう無料シャトルバスが運営される。キロは4条9丁目経由で、旭川駅までとなる。また、会場と旭山行きの村、旭山動物園を結ぶ無料シャトルバスも若干、運行される。旭川駅からは、氷彫刻世界大会の作品を見ながら、平和通買い物公園を進み、 七条緑道、時は公園を通って会場まで約 1.5km を徒歩で向かうこともできる。ありがとうございます。